続きまして2次元目の後半です。テーマはヘル収入どう補うです。よろしくお願いします。はい、それでは続いてですね、ヘル収入についてなんですが、まずここで、がんの経済的リスクに備える方法の基本的な考え方をお伝えしたいと思います。まずこのピラミッドをよく、皆さんにお伝えするんですけれども、それぞれ会社員の方の場合と自営業自由業の方の場合で形は同じなんですが、この公的なベースとなる部分の幅が若干変わってきます。例えば後からご説明するその傷病手当金というのは、国民健康保険の自由業自営業の方というのはないんですよね。でさらに、会社員といっても大会社と、まあ、中小の企業ではやっぱりだいぶ大きく事情が変わってきますので、やはり大きな会社組合健保さんなんかであれば、さらにこの公的な制度の、まあ、上というか中というかですね、あの付加給付といってですね、それぞれさっきのその高額療養費の、幅ハードルもさらに4万円を超えたらもう OK というような会社独自の制度上乗せ給付を行っているところもありますので、やはりですねこの公的制度がどういうものがあるかあるのかということをきちんと把握すること、でさらにその上に、まあ、民間保険にすぐ行きたがる方が多いんですが、民間保険はこれでいうと一番てっぺんのですね、あの A 角の三角なんですね。その前にはやはりその預貯金、何でも使えるお金をきちんと残しておきましょうということで、一般的にはですね、だいたい生活費の半年分から1年分ぐらい、あのご心配な方とか年齢が高い方はもうちょっと多めにでもいいんですけれども、まあ、例えば、月収、まあ、月収とか月の生活費がだいたい30万ぐらいの方であれば、半年分で180万ですから、まあ、2、300万ぐらいは、まあ、がんというわけではないけれども、それ以外にその病気とか怪我とか、あとリストラとか、あと災害とかですね、いろんなそのいざという時のためにあのお金というのはちゃんと残しておきましょうと。やっぱりその民間保険は契約になりますので、いくらいっぱい入っていても自分がその状態に合致しなければもう一銭たりとももらえませんので、その辺をきちんと理解されておかれたらいいかと思います。でここでじゃあ公的制度、まあ、どういうものがあるかということを、まあ、具体的にちょっと見ると、これまあいろいろありますけれども、この辺がですね、公的なものですね。例えば傷病手当金とか障害年金とか、まあ雇用保険の基本手当、いわゆる失業給付ですね。あともし、がんで病気に、まあ、倒れられてあの介護状態になられた場合に、その周りのサポートされる方が、休業給付などが受けられる場合もあります。あとまあどうしてもお金がないという場合には、その生活保護ですとか、ね、生活福祉資金といってあのお金を貸けてくれる制度もあるんですよね。であと、まあ、民間保険で言えば、また後からお話をしますけれども、あの所得保障保険とか収入保障保険といって、まあ就業不能になった場合に、まあこれも保険ですから、まあ、あらかじめ契約をしておかなければいけませんけれども、まあ、そういうものが得られるものもある。であと、預貯金、まあさっき見たようにあの預貯金を取り崩したり、あとまあ会社を辞められて、退職一時金もらうケースもありますよね、まあ、こういうものが、考えられるのではないか。でここでは、一つですね、ちょっと傷病手当金とこの障害年金についてちょっとケースで見ていきたいと思います。でこれがですねちょっと、難しいかもしれないんですが、この傷病手当金、健康保険からの収入保障の制度です。でこの障害年金というのは国民年金、年金保険ですね、国民年金とか厚生年金の年金保険からの給付になりますので、それぞれ縦割り行政ですから、その違います、うん、年金の種類がね、うん、で会社員の方の場合、35歳で健康保険、厚生年金で障害等級2級に認定された場合で、標準報酬月が、標準報酬額が40万円で、ご奥様と子供さん1人がいらっしゃる場合で、まあ、最初は、まあ、病気になる前は、まあ、40万ありましたと。でそれが就業不能状態が発生した時点で、この傷病手当金というのはお給料の大体3分の2もらえます。ということは30万円ですか、20万円もらえるんですね。でこれがただしずっともらえるわけではなく、1年6ヶ月、一応最長でも1年6ヶ月もらえます。でその後じゃあこの人はどうなるかというと、まあ具合が悪くなって仕事できませんでしたと。でその後、まあ傷病手当金をもらってたんだけれども、1年6ヶ月経ってもまだ具合が良くないですと言ったら、この、初診日から1年6ヶ月を経過した日、または症状が固定化したというような、その独自の、まあ、要は良くも悪くもならないと言ってですね、まあ、それ以上こう動かないっていう状態ですね、そういう状態に、障害認定日というのがありまして、この時点で
この一定の障害等級1級2級3級それぞれその状態に合致してた場合には、この方の場合会社員ですから障害厚生年金にプラス基礎年金がもらえます。でちょっと難しいのでこれは大体の金額でお伝えしてますけれども、もう両方ダブルでもらえるんですね。でそれが月額16万円で年額に直すと約192万円。これ奥さんと子供さんの加算がつくんですよね。でただちょっとポイントはですね、私の力量不足で図柄がちょっと変ですけれども、この年金の世界の子供というのは、子供が18歳になるまでの子なんですね。だからこの金額は実は階段上に減ってしまいます。子供さんが18歳になったら、はい、まあ、ただ一応今の時点ではこれぐらいもらえると、うん、ただこれはずっと続きます、まあね、金額が減っていきますし、当然この部分は減りますので、うん、年額、月額にして10万円とか14万円を事業努力としてカバーする必要があるということですね。だこの場合もその、まあ、運良くというかですね、障害年金該当しましたけれどもなかったらもうこれだけですからね。でもう一つがじゃあ、自営業の方はどうなるかということで、まあ、同じような例で月収30万円でした。で、先ほども申し上げましたけれども、国民健康保険、まあ、自由業自営業の方は諸別定的ありませんので、就業不能になってもこの1年6ヶ月この障害認定日もしなった場合はもらえますけれどもね、この間は支給はありません。だからいきなりも減っちゃうということになります。でさらにこの方も障害基礎年金だけになりますので、さっきの見た200万近くの金額よりももう本当半分ぐらいになっちゃってますので、非常にこの自助努力の部分が大きくなるっていうのをご理解いただきたいかなということになります。でちょっとこの傷病手当金と障害年金の仕組みちょっと難しいんですけれども、もう一つちょっとご紹介したいのは、傷病手当金の今度基本手当出てきました。でさっきの傷病手当金はこれ健康保険の給付なんですが、よくですね質問があるのは、例えば、まあ、なんか病気になりましたと、でずっと傷病手当金をもらってました1年6ヶ月お給料の3分の2をで、その後仕事がねなかなかちょっと続けられなくて、退職をしてしまいました。でその後も一定の要件を満たせばこの傷病手当金というのは退職後ももらえます、うん、もらえます、うん、もらえるんですけれども、この傷病手当金と基本手当、いわゆるハローワークに行って失業手当というのは平均してもらえません、うん、でそれは何でかっていうと、そもそもその傷病手当金というのは収入の補填ですから、病気で仕事ができない人のための給付だからなんですね、うん、でそれが基本手当は仕事もするし、もう意思もあるし能力もあるんだけれども、まあ働く場所がない、働きたいという方のための給付ですから、それぞれ のやっぱりこの2つの目的が違っちゃうわけです。でさらにこれ金額見ていただくと、日額の、まあ、元にある金額違いますけど3分の2もらって、でこっちも 50% から 80% もらえるので、要はその会社を辞めて平均できるとお給料よりもいっぱいもらってしまうことになっちゃいますよね。まあ、それはちょっとおかしかろうということで、これは平均してはもらえません。でまず、退職もこれも勘違いが多いんですけれども、傷病手当金は受給することができる。でただこれを時期をずらして両方受給することはできるので、まあ、もし、1年6ヶ月丸々もらおうと思った場合、一応3分の2もらえますので、これ会社を辞め、これですね、会社を辞めた時の金額でもらえますから、うんうん、その後仕事がなくなってももらえますので、この3分の、1年6ヶ月もらった後に、まあ、会社を辞めて普通はここですぐに、うん、就職 そのハローワークに行って、はい、失業給付の手続きしますけれども、はいはい、まあ、ここでやられるのは、30日継続して30日以上も就業できない、しない、はいと思ったら、これ延長申請をします。でこれが、最大で4年間、まあ、通常1年間で それにその病気とか、はい、そういう事情があればその3年間プラスされますので、はい、まあ、4年間その申請延長もらえる期間を延ばしてもらえるんですね、はい、スタートも延ばしてもらえる、うん、っていうのがありますので、でこの傷病手当金をもらい切った後にこの基本手当をもらうと、うん、でこの時点で就職活動を開始する、うん、会社員で退職した後に傷病手当金は無理なんですかね。それはもう、はい、その時点、まあ、要件があって、はい、継続してその会社を辞める前に1年以上あって、うん、もうその辞めるその時点、退職、資格喪失日の前日、まあ、例えば退職日ですね、うん、その日にもうもらう要件がもう決まってると、うん、もうもらってないけどもうもらえる要件を満たしてるとかね、うん、
いう人はもらえるかもしれないですけど、うん、その後は厳しい、うん、難しいですね。あ、なるほど、うん、じゃあ会社員で長年勤めているような方はしっかりとその辺も理解して、そうです、ね、情報がないと会社を辞める前に体のことをしっかりチェックしておくというのも一つの手ですかね、うん、でそれはさっきの障害年金もそうなんですけれども、障害年金も会社をちょっと前に戻るとこの、まあ、この方は辞めてませんけれども、まあ、例えばそうですね、この時点で会社を辞めたとしても、うん、もう、傷病、まあ、就業不能とか、仕事ができなくなる、その何か初診日ですね、うん、要はその最初に病その病気で病院に行った日がもうこの辞める前にあればこれダブルでもらえるんです。あ、それがもう初診日がその会社を辞めてしまった後だと、もうさっきの自営業これと同じになりますので、厚生年金分がなくなる、なくなります。だから本当に会社を辞めると決めたらもうその前に人間ドックとか、うん、本当体の隅々に見てもらって、そうですよね、初診日をちゃんと作っておくっていう、その分毎月しっかり払っていたものですからね、いう手もありますよね、うん、なるほど、ありがとうございました。